板橋昭春は日本の農民運動家、群馬県山田郡森田村に農業を営む板橋家の長男として生まれる。郷里では足尾銅山の鉱毒による被害が続いた。これに対して森田村鉱毒根絶規制同盟会会,会長として河川汚染に関する日本初の水質基準値設定、田中昭三の時代以来の足尾鉱毒事件における加害者決定を達成。 日本郊外の原点を確立。百年郊外と言われた足尾郊毒問題を解決に、導き、幾多の指標的な成果を全国に提供したとされる。渡瀬川郊毒根絶大田規制、同盟会会長として、郊毒根絶を目指し活動した。板橋明治王の九1921年、群馬県山田郡森田村大和ただ上に、農業を営む板橋家の長男として生まれた。 森田村の北側に銅山と清錬所を要する足尾山地を源流域とする渡瀬川が西から東へと流れている。その川は乳白色に濁り、森田の子供は川の水はその色が元々の川の水の色だと思って遊んだ。群馬県立大田中学校を卒業、家督を継ぐため群馬市販に学び、卒業後教職に就く。 太平洋戦争に際して軍隊に招集され、選ばれて幹部候補生として将校に任官陸軍中尉となる。戦後福音市農業に従事する。郷土における高度根絶を期して1952年、森田村村会議員、後に議長となる。森田村高度根絶規制同盟会の立ち上げに積極的に関わり、1962年同会会長となる。 1967年、大田市議会議員となり、渡瀬川の水質基準決定に奔走する。森田畜産の米にカドミウムが検出され、1972年、低層者971人の筆頭代理人となり、鉱山の事業者である小賀工業相手取り、総理府公害等調整委員会に、損害賠償39億円を求める調停の申し立てを行う。 二年後の1974年に、小賀工業に責任を認めさせ、15億5000万円の損害賠償を含む調停が成立し、これを農家の救済に充てた。この申し立てに際して弁護士等に依頼せず、独学で活動を進めた。またこの案件は、農作物保証金の非課税措置の洗礼を築いた。さらに調停の成果、これらの成功を踏まえ、起流し、 大田市ニラ川地区の被害農家989戸も、続いて保証金取得により、救助を補助される道が開かれた。板橋秋春の不当の学術的因果関係の、調査と陳情運動の成果により、土壌中の汚染物質として、銅を加えさせ、県営公害防除特別土地改良事業へと発展。1981年に渡らせ川、沿岸土地改良区を設立。 理事長として尽力し、汚染農地360ヘクタールの改良と区画整理の施行により、近代的水田を整備し、社会資本の充実を図った。この土地改良費用について、総工費の51%を加害者の小賀工業が負担し、被害農民の費用負担がゼロであったことは、特筆すべきこととなった。記録映画として、高読制作。 さらに、高読根絶のための農民運動を史実として残すため、1995年より高読史の執筆及び編纂を開始し、編纂委員会委員長として2006年長官、2013年に下官を刊行した。環境問題の解決の指南さを自ら運動の先頭に立って解決しつつ、現代社会に諮問、警告したことで全国に知られる。 板橋明治春の人生の大半は、環境保全に関わった。それは、半世紀を超える活動であった。出展、板橋明治王像碑文記念鉱毒根絶の石文碑は、農民の命である土の型として作り、鉱毒被害地である森田中央の地に1977年建立、敷地線平方メートル南面にして周囲に築堤を、巡らし、赤城県地席で積上げ、 高さ2メートル、包み平均5メートル、内庭は三方に総階段。主婦は、南アフリカ共和国産ベルファスト、黒見影高さ3.5メートル、幅1メートル、厚さ50センチメートル、重量約7トン、両袖も黒見影にて左右症形を脳の,の高さ1.2メートル、幅1.8メートル厚さ30センチメートル、重量2.7トン大山の白見影は、渡ら川、上流、 さわいりみかげ5.2メートル高さ奥行きとも1メートル、重量約15トン主秘表は、記念鉱毒根絶筆とし、左右両袖には、日本郊外原点の意義と鉱毒との戦いの歴史と、苦しみ、そして、根絶こそ、今後にあると4115文字をもって訴えている。筆には、渡瀬川鉱毒の作物被害賠償調停事件、申請者971名の辞書による使名が、 刻まれている。主品には、苦悩継ぎ踏まじされど史実派で不べし、十何百年また帰らす根絶の秘蔵難事とある、板橋明春による宣文及び記号南、瀬口六郎は、板橋明春の先祖。南、瀬口六郎は、日田義貞の重心として使え、後に義貞の子、日田義雄に従い武蔵国に口の私にて、討ち死にした。 東京都大田区にある十宿力神社及び明蓮塚三大地蔵に祀られている。平賀源内作、神霊、矢口渡るでは、水瀬六郎、水瀬六郎総清という。出典、群馬県人、明大辞典、板橋貞史郎は、板橋秋春の八代前の先祖。ただ上村な主。板橋貞史郎は、青木根用が、茂類もこを 徳川吉宗に提出するより2年早い1733年に、群馬県において、さつまいも栽培を成功させている。板橋貞志郎の報告書の写しが、岡山県で発見された。出典、大谷光を与えた先人たち、小木の銀行日本公共上位第1号は、板橋昭春の妻の祖,祖父の姉。小木銀行の辞典、小木の平はただ上村、久保田シャウに、向入りし、 久保田マスヘとなる。マスヘの長女楽は森田村所大村長、板橋信次郎の長男へと継ぐ。楽は板橋重子の祖母。出典、小木の銀庫記念館資料。ありがとうございます。